ドカンルーム。鹿児島ユナイテッド FC サポーター部、マッキーのロッカールームです。鹿児島ユナイテッド FC スタジアム DJ のマッキーです。今日もユナイテッドを応援していきましょう。ユナイテッドサポーター部の皆さん、応援部活動応援メッセージお待ちしています。さて今日はもうね、サポーターの皆さんもルンルンでこの番組を聞いてるんじゃないかなと思います。なんと鹿児島ユナイテッド FC 先週ですね、首位の熊本に勝ちました。すごいね、強いんですよ。13試合ぶりに黒星がついた熊本、すごいですよ。もう前半からねすごいプレスに来て、すごくね強いんですね、印象も。ただ前半しっかり粘って0対0で折り返すんですが、後半チャンスが生まれます。中原修斗選手のパスからですね、この日後半から出場した米澤蓮選手がしっかりとゴールを決めてくれました。やっぱ首位にこう勝ったということで、チーム勢いが増したんじゃないかなと思います。メッセージも来てます。ラジオネーム、サポーターネーム、かつみさん、背番号12番。10月31日のユナイテッドの試合行きました。相手は首位のロアッソ熊本。九州ダービーならではの熱い盛り上がりでした。お互いがっぷり四つの展開から、後半から出場の米澤選手が気迫のこもったシュートでユナイテッドが先制。ピッチで米澤選手が吠える姿、印象的でした。試合はそのままユナイテッドが連勝、選手たちサポーターも笑顔いっぱいでした。と、日曜日のアウェイ八戸戦は負けられない試合です。3連勝目指して期待していますというねメッセージ届いています。さあ次節はアウェイです。11月7日日曜日13時キックオフ、バンナーレ八戸との対戦です。さあ皆さんからのユナイテッドへの応援メッセージもお待ちしていますよ。今日はここ2試合ボランチとしてスタメン起用です。田辺圭介選手にお話を伺いました。ユナイテッドサポーター部、うん、マッキーのロッカールーム、今日はこちらの選手にお話を伺います。では自己紹介お願いします。はい、鹿児島ユナイテッド、背番号6番田辺圭介です。よろしくお願いいたします。お願いします。さて前節は首位の熊本に見事な勝利でした。おめでとうございます。ありがとうございます。この勝利っていうのはいかがでしたか？なかなか難しい試合で、自分たちのサッカーをさせてもらえない状況が続いたんですけど、まあ、耐えて、まあ、1-0 で勝つことができて、よかったです。首位との対決ということで、先ほど会見でもいろいろお話を聞くと、分析をしたりとか特別な思いで戦ったっていうお話がありましたが、向こうは多分だいぶ調子は良かったんですけど、まあ、そこに勝てたっていうのは、まあ自分たちにもだいぶプラスな部分かなとは思います。だいぶ雰囲気も今チームの雰囲気いいんじゃないですか？はい、いいと思います。やはり首位に勝ったということで、ここからいけるぞっていう雰囲気が出てるんじゃないかなと思いますが、特に田辺選手にとってはこの古巣との対決ということで、どうですかそこら辺は？そうですね、まあ、意識は少なからずしてましたし、まあ、ミキアが早々にちょっといなくなっちゃったんで、はい、まあ、僕が頑張ろうかなっていう気持ちにはなりました。最後試合が終わった後に江藤選手、そして五稜選手と一緒に挨拶にも行かれてましたよね。はい、熊本からのサポーターも多くて、まあ、ホームなんですけどちょっと圧倒された部分もあったんで、まあ、やりづらい部分もあったんですけど、さすが熊本のサポーターだなっていう風に感じましたし、まあ、懐かしさとあったんですけど、まあ、勝って、まあ、恩返しじゃないですけど、まあ、自分の頑張ってる、まあ、姿が見せれたかなという風に思います。お土産もいっぱいいただいてましたね。あ、そうですね。だいぶお菓子の割合が多かったんですけど。ねえ、なんか熊本の皆さんからも愛されているんだなって思うところだったんですが、やっぱり、はい、2年でしたっけ熊本に在籍してたのって？そうですね。熊本は特別な場所ですか？はい、熊本、まあ、大卒琉球行ってから初めての移籍で熊本行って、まあ、サポーターのやっぱり J2 経験してたチームに初めて行って、サポーターの
まあ、質というかあったかさっていうのを初めて感じて、毎日練習終わりに声かけてくれたり、お土産くれたり、差し入れくれたりっていうのがあったんで、かなり自分としては思い出深いチームですね。いや、そこに勝てたっていうのはもう田辺選手にとっては本当大きかったですね。そうですね、はい。沼津戦、熊本戦とボランチでスタメンを張ってますけど、このボランチでのスタメンっていうのはどうですか？まあ、自分の元々のポジションなんで、まあ、そこで出れるっていうのは、まあ、自分としては幸せなことですし、まあ、センターバックとは違ってかなり運動量が求められたり、まあ、技術的な部分も求められるんで、まあ、もっともっと自分としてはレベルを上げていかないな、いかなきゃいけないなというふうに思います。わかりました。じゃあこの後また、後ほどバンラーレ八戸戦について伺いたいと思いますが、ここで初めてですよね、はい、激走クエスチョン。やったことないと思います。ですよね、初の激走クエスチョン。はい、あ、しまった、ラップを入れるの忘れたな。入れなくていいんですよ多分わかんないですけど多分いらないと思います。あ、今ちょっと思い出しちゃいました。1分間でちょっと終わりそうにない質問があるので、1分間以上になっちゃうと思うんですけど、パスを私から質問し続けるので、はい、田辺選手はアグレッシブにワンタッチで私に答えを返してもらっていいですか？できるだけ思います。お願いします、はい、じゃあ行きます。レッツハードワーク。ニックネームを教えてください。鍋です。ストロングポイントは？キックです。朝起きてまずすることは？子供の顔を見ることです。オフの日は何をして過ごしていますか？釣りしたり子供と遊びに行ったりです。ではサポーターネームユナイテッド強しさんからの質問です。センターバックを経験されてさらに意識するようになったことはありますか？守備陣の気持ちが分かるようになったので、まあ、ちょっと守備的な考え方ができるようになったことですかね。ラジオネーム春さんからの質問です。子育て真っ最中の田辺選手ですが、田辺家の家訓はありますか？自由に生きろってことですよね。いい家訓ですね。すいません。もう一つ春さんからの質問、田辺選手の将来やってみたいことは何ですか？ちょこちょこ話してるんですけど、まあ、船舶免許があるんで、はい、それを活かして、まあ、漁師とかやってみたいなっていうふうには思います。漁師、これちょっと後で掘ろう。無人島に一緒に行くとしたらチームで誰ですか？秋山。田辺選手にとってサッカーとは？ワンタッチワンタッチ。大事なものですよね。では最後です。得意のラップを聞かせてください。やめてください。じゃあサポーターに一言お願いします。はい、まあ、昇格の可能性がある限り、自分たち戦いますんで、一緒に戦ってください。お願いします。はい、以上になります。やっぱりラップは聞かせてもらえないんですね、まだ。そうですね、まあ、リクエスト曲でちょっと用意してるんです。本当ですか？はい、お願いします。やった、じゃあ生披露してくれるのかな。でも石津選手がね、ラップ仲間の石津選手が。仲間じゃないんですよ。違うんですよ、一方的に俺がラップ振りかふっかけられただけなんですよ。残念ながら対決はね、いつ見られるのかなって感じなんですが、はい、はい、まだ私は諦めておりません。いつか対決をしてくださいね。諦めてください。諦めてください。諦められません。無人島に一緒に行くとしたら秋山選手は、これなんでですか？最近一緒に釣り行くようになって。へえ。かなり釣り熱がいつも高いんで、はい、まあ、一緒に釣りして楽しめるかなっていうふうに思います。なんか秋山選手もストイックにやりそうですね。そうですね、多分性格的にハマったらどっぷりハマるタイプだと思うんで、まあ、似てる部分はあるのかなというふうに思います。まあ、無人島はやっぱり船舶で船で行きますかね。
そうですね、僕が運転して船ちょっと誰か貸してくれたりしたらいいんですけどねいつか買いたいですか船そうですね、自分の船があったらいいなっていうふうに思います。結構値段しますけどね。はい、維持費も高いしそうだ、将来的には漁師をやってみたいんですか。はい、そうですね、まあ、具体的にどうこうとかではないんですけど、はい、自分の好きなことを今やっぱ仕事にしてるっていう部分で、まあ、自分の好きなことをまたサッカーが終わった後に仕事にできたらいいなっていうふうに思うんで、まあ、漁師やってみたいなっていうふうに思います。素敵ですね。この質問をくださった、はい、あの方が初めて実は田辺選手にどうしても質問したくってメッセージをくださった方だったんですね、はい、でその方がなぜこの質問をしてきたかというと、ご夫婦で田辺選手を応援してくださってるみたいで、定年を迎えたら阿部戦に一緒に参戦するのが夢なんですって、ご夫婦で。ありがたいですね。ねえ。はい。なのでそこで田辺選手の夢もあの聞いてみたいっていうことだったんですが、なんか素敵ですよね、こういう夢があるってね。いや、そうですね、やっぱ定年後の楽しみっていう部分で一緒にサッカー見に来てくれて応援してくれたら、応援される選手も相当嬉しいと思うんで、僕もちょっと定年後のこと考えます定年後は漁師ですかね。もう釣りしてのんびり暮らしたいですね僕は。最高ですねそれね。はい、いやでもこのお二人が定年いつか分かりませんけど、定年する時まで田辺選手が鹿児島の選手として頑張ってくれてるといいなって思いました。そうですね、応援していただけるならちょっと少しでも長く頑張りたいですけど、うん、頑張ります。はい、では次節のお話、はい、アウェーになります。11月の7日日曜日バンダーレ八戸戦ですが、13時キックオフです。今連勝できてますが、これどんな戦いを見せたいですか。可能性が少しでもある中で、まあ、僕たちができることは、まあ、目の前の試合を勝つことだけなんで、まあ、そのためにも、まあ、八戸戦何が何でも、勝ちに行きたいと思います。はい、勝利を待ってますね。そしてまた勝って戻ってきてください。はい、頑張ります。ではユナイテッドリクエストユナリクやってまいりました。いよいよ、はい、ラップを披露してくれるんですね、とうとう。いや、僕のおすすめの曲をちょっと紹介するだけなんで。あ、紹介だけなんですね。すいません、はい、期待しちゃったな。じゃあ今日選んだその曲はどんな時に聴く曲ですか。これは本当に試合前のロッカールームで毎試合聴いてる曲ですね。そうなんですね。じゃあもう本当にモチベーションを上げるというか大事な一曲なんですね。そうですね。ではかっこよく DJ 田辺選手、曲紹介をお願いします。それでは聴いてください。なめだるまでフューチャー。初めて聞いた、なめだるま。はい、地元の埼玉出身のラップグループみたいな3人組なんですけど、はい、いい曲多いんで、はい、ちょっと聞いてみましょう。じゃあ皆さんでお願いします。埼玉愛ですねやっぱり。はい、ということで今日は田辺圭介選手でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。